大戦の思い出といえばね、私は実は大戦に行くのは1年遅れたんですよね、彼らと。それで、私の荷物を送って、で、この人たちがその前に住んでた、桜アパートの荷物が送って、坂の。桜坂のね、それで一緒について、私が着いた時はもう私の荷物は私の部屋に入ってたから、もう随分歓迎されたなと思ったんですよ。でもすごく、でも大勢のね、学校の修道院はね、日本の学校の修道院の中で一番いいんです。なぜかというとね、ウリキさんも働いたけどね、いろんなとこを見てきて、そのいろんないいところをうまく取って、そして体制を立て直してくれた、図面を描いた人と建築屋さんとがね、全部やってくれたんで、すごく今行ってもね、体制はね、自分の家に帰ったなあっていう感じがするんですよ。すごくいいとこですね。生徒はね、いろんな生徒がいて、いたずら坊主もいたし、またいたずら坊主だと思ったんで、一生懸命勉強して頑張ったのもいるし、なかなか面白い学年でした。一番ある意味でやりにくかったのは、中学生と高校生とうまいこと合わせていく、その違ったあれを通っていたからね、それ合わせるのは難しかったですよね。それ以外はね、先生方も割合に古い人が多かったし、そして随分助けてもらったんですよ。そう、卒業生の皆さんがね、一生懸命頑張って、せっかくあそこでやったものを伸ばしていくことができるように、そして立派なね、上智の付属高校になれるように、卒業生も一緒に頑張ってやってほしいなと思います。そしたらね、いい学校なれるんじゃないかと。そういう意味で、卒業生のため、在校生のために、あなた方の頑張りもぜひお願いしたいなと思います。いいですか？ありがとうございます。そうね、大成、六甲学院に20何人いたわけ。それで、そこで主に中学生の仕事をしてたということでね、この体制に新しくこの中学生が、前はずっとあった前にあったんだけれども、また中学生募集していうことで、そこに回っていくようにと言われて、体制に行ったわけですけどね。そこで41期の最初の中学生として行きましたよね。あの時はやっぱり可愛かったね、みんなね。小学生上がりでね、本当に。今おっさんになったみたいだけど。あそこで割にきちっとした、人間にね、なってもらいたいということから、割にちょっと厳しく軍隊長みたいなことをしたと思うんです。で、みんなしかしよくついてきたね、本当にすごいと思います。今同じようなことやったら、これ私は多分つるしゃぶになってるかもわからないなと思ってますけどね。もうみんなも社会の中心的に活躍していらっしゃると思うけれどもね、そこで
あのまあここの今のビデオですかこれは、それとか、それか今パソコンとかですね、で携帯でしょう、なんとか、ね、iPhone とかなんとか知らないけどなんかそんなものを出たりとかですね、あの非常にあのでそれ非常に便利でいいんですけれども、あのあそこからこう情報とかいろんなものが流れてくる、それがもう濁ったものが割にあります。しかしそれじゃなくて、みんなはですね、あのいいものを流してもらいたい、ね、みんなが平和になるように、みんなが喜ぶようなあのいい意味のね、そして本当にあの、うん、みんながしっかりするようなとか、とにかくこう悪い情報が割に入ってきていろんなことを濁してますから、みんなは本当にあのそういういい文明の利器を使っていいものをね、あの流して、その雰囲気をぐっとあの盛り上げるようにあの働いていただきたいね。そのですから、まあそういうことであのみんなあの、期待しています、ね、だから頑張ってくださいね。そうですね、思い出といって、もう私の第2の母校ですね、自分の中学高等学校は6年でしょ、でそこでまた教員として5年働いたけど11年、でも大勢には22年いましたのでね、自分の人生の大勢退職した時の3分の1が大勢福岡で暮らしていましたので、本当に母校という母なる学校という、感じがします。玉石混交の世界ですね、玉もあるしいいものもあるし、近代的現代的な技術の素晴らしいものもあるけども IT なのね、確かにそこにただの石ころあるいは有害なものも混ざっているけど、それをよく見分けてその本物を掴んでいく、そのような生き方ですね、卒業生、そしてその家族、その職場とか社会で、していってほしいなと、まあ、そんなふうに思いますね。それで、名前が変わり、そして、共学になるという準備も始めている中で、変わっていくものの中で、まあ、人生の中で変わらぬものですね、それを、その本物というものをいつも、尋ね求める、そう、滝廉太郎の工場の月で言えば、そうですね、昔の光、今いずこ、昔の光は今も輝いてるんだけど、お城自身は、崩れていってしまってる、荒れ果てている、昔は花の縁をしたのにとかね、出陣の準備をしたのに、だからその天井影は変わらねど栄光は移る世の姿、その、移りゆくものの中の変わらぬものをいつも永遠なるんですが求めてい、く、まあそれが大勢の精神であったと思うので、それを大事にしてほしいと、まあそういうふうに思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは、おちょわです。あなた方にとっては多分ですね、私、と初めて出会った時にはですね、おちょわ先生と言われたとか、あるいはあのこちらのことを見て私の聞こえないのにあのハゲ先生とかなんとか、そのようなことも言われたかもしれないんですけれども、私は
体制から離れてもう今10年もなっているのです、定年退職めでたく迎えて、それから間もなく、東京の稲地を教会でフルタイムで働いています。まあ、定年退職になるともっと楽になるだろうと思ったら大間違いだったんです。体制はその学校の仕事、私の30年の中ではほとんど半分ぐらい体制だったんですから、なおさら九州の福岡の山の上の学校のことは生きている限り忘れることができないんです。非常にありがたかったんです。いろんなことがあっても、いろんな戦いがあっても、やはり心の中で残っていることはポジティブ、ポジティブ、プラス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 ということですので、神様に感謝しなければならないと思います。聞いている話ですが、来年から大聖はまた生まれ変わるというか、名前さえも変えて、それから、教育システムも、変わってくると思います。ただシステムが変わっても、名前が変わっていても、心が変わらない、同じことです。その私たちの教育はただ偉くなると、あるいは経済的に強くなるということじゃなくて、家族のため、社会のため、国のため、特に弱い人たちのために働くことができたら、それは本当の大聖の心だと思います。まず第一、それぞれ一人一人の家族のこと、家族の方々、自分の妻、自分の子供、自分のお父さんとお母さんを大切にしてください。それだったら必ずいろんな意味で恵まれるでしょう。じゃあまた会う日まで。そうそうたるやなみぞ我らが母校大聖大聖我らが母校。Try to tell us we're too young, too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, but can't begin.To know the meaning of. And yet we're not too young to know this love will last though years may go. And thenWe were not too young.